TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 はい、クリス・ペプラーです。改めましてクリスマス・ペプラーです。ほうほうほうと来たもんだ。時刻は54分を回りました。今日は12月14日、放送を終えたところなんですけどね、外がもう真っ暗ですね。で、気になるのがフジテレビがすごいことになってます。ここは六本木ヒルズ33階、もう東京タワーを見渡せますし、晴れてると東京ディズニーランドの花火なんかも見えちゃうわけなんですけども、レインボーブリッジも見えます。で、その手前にあれは、そうですよ、フジテレビがすごいことになってます。レインボーカラー状態になってます。レインボーブリッジの後ろにレインボーになってしまったフジテレビで、昨日はレインボーといえばレインボー花火2014っていうのがありまして、これはどういうことかと言いますと、12月毎週土曜日、午後7時から10分間だけ1800発の花火がお台場の方で打ち上げられるわけなんですけれども、で、12月第1週目の先週の土曜日はちょっと仕事で見れなかったんですが、昨日はうちのバルコニーからちょっと見えるんですよ。すんごい、いわゆる早空無威差な中、バルコニーに出ましてですね、見たんですけれども、前にビルがあってあまりスッキリ感がなかったね。見えるんだけど、ちょっと残念な感じだったんですけども、今から言うことは、これは冗談ですからね、皆さん、冗談ですからね、冗談です。あまりにもムカついたんだ、あのビルバカしてやろうかなと思った。これ冗談ですからね。もう今昨今冗談も言えないもんな。コンプライアンス、もう本当に大変な時代ですよ。こういう喋る仕事をやってる時は。ね、うかつなこと言うと大変なことになりますからね。ねえ。そうなんですよ。でもまあ、ちょうど、つっても寒かったね、昨日はね、本当にね。今度の土曜日もまたちょっとこう見てやろうかなと思ってますけれども、さあ、そんなこんなで、今週の TOKYO HOT 100 TOP 5はこんな感じです。5位はアリアナグランデ Santa Tell Me、 先週10位からスパッと半分5ポイントアップ。4位は先週29位からニューアルバムのセールスを稼いで上がってきました、スキャンダルイメージ。3位はスキマスイッチ星の器、こちらもニューアルバムのセールスが加算され先週21位から大幅アップ。2位は J-WAVE 今年のウィンターキャンペーンソング木村カエラ One More、 先週9位からトップ目前につけました。では最新の TOKYO HOT 100、一番てっぺんにいるのは 1D、 見事に3連覇を達成。まだまだアルバムセールスに加えオンエアも稼いでいます。 TOKYO HOT 100 3 weeks at number 1 One Direction Steal My Girl。次回 TOKYO HOT 100 12月21日、ゲストはタシエイティの皆さんをお迎えいたします。もしかするとペンタトニックスも来てくれるかもしれないという、もしかしてですからね、来なかったらごめんなさいって感じかな。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100